イングランドのマンチェスター・シティ女子に所属するなでしこジャパン日本女子代表 MF 長谷川唯は3月30日に行われた FA 女子スーパーリーグ第18節リバプール戦4から1でフル出場した試合後にはリーグ公式より3時とともに長谷川のヒートマップが公開されている 対戦したリバプールには、同じくなでしこジャパンの MF 長野風花も所属。お互いにスタメンを飾った中、強さを見せたのはアウェーの地に乗り込んだシティの方だった。前半16分、猛攻から最後は FW ローレンヘンプが切り込んでゴール。同22分には FW ジェスパークのドリブル弾で追加点を挙げ、 その2分後にも超新 FW カディジャ賞のゴールで得点を加えたシティが前半だけで3点をリードする。後半もシティペースは変わらず、同5分に賞がコーナーキックに頭で合わせてこの日自身2点目。リバプールの反撃は同39分の DF テイラーハインズの一撃に終わり、シティが勝ち点3を手にしている。この時点でリーグ首位に立ったシティ。 その中央でボールをさばいていた長谷川は、ボランチの位置で前線へボールをつなぐ中継地点になりつつ、うまくボールを回収する役割を担っていた。リーグ公式 X、旧ツイッターでは、中盤を統率、と長谷川に着目。試合のヒートマップを公開した、ペナルティーエリア内を除く両陣地で複数回プレーし続けた記録が残っており、 SNS 上でもファンから、唯に魅了された。決して驚かない結果だ。スーパーな選手だ。シティにとってとても重要な選手。と賛辞が届けられている。15勝1分2敗と無類の強さを示すシティの中で、現地で長谷川は特に重宝される選手と評価されているようだ。